栗原はるみは迷子を開いてすぐのページに栗原さんからのメッセージがあるんですけれども、はい、毎回ねそれを読んで励まされたりパワーをもらったりしているという読者さんも多いと思うんですけれども、栗原さんがこの栗原はるみというね、うん、パーソナルマガジン作りを通してこう伝えたい思いというのはどんなことでしょう？そうですね、なんか自分の夢を持ってほしいですね、うん、それからやっぱり年齢にこだわらずやりたいことは絶対やった方がいいかなって自分が今経験してってね思いますよね、うん、だからやっぱり諦めないでやりたいと思ったらすぐ実行じゃないですかね、うん、ね。まあ、それこそでもこの創刊して今回3号まで作ったのも一つ諦めないでやってみようと思ってちゃんと行動そして形にされたことですもんね、うん、そうですね。だから本当にこの中で習い事っていうのを私がちょっと作って、最初は若い時に刺繍すごいやってたので1回目は刺繍、2回目は、ギター、3回目はこの間包丁研ぎに行ったんですよ。で、包丁研ぎは京都も何回か行って教えてもらってるんだけど、なんか言い方がちょっと難しすぎて、はい、理解があんまりできなくて上手になんかできないので、ちょっと一回お勉強に行って、なんか自分のやりたいことをこの本でやれるのが素晴らしいですよね。あ、なるほど、夢みたい、場になってくれてるっていうか、はいはい、だからまあやっぱり元気でいるのは思ったことを実行することなんじゃない？うん、読んだ方々からはどんな反響が寄せられていますか？はい、いや、なんかまあ、私と同じような方がいっぱいいらっしゃるみたいで、元気づけられてるっていうふうに言ってくださる方もいるし、なんか楽しくなったっていう人が結構この本見るとね、なんかやりたくなったり、お料理好きになったっていう人も、はい、いらっしゃるみたいで嬉しいですよね。で、冒頭のメッセージに今回、はい、悲しみを抱き続ける道、はい、そして元気を出して前向きに生きる道、こう2つの道について書いていらっしゃって、はいはいはい、今回の聞いて楽しむ、はい、栗原はるみでも何回かちょっとその話をね、はい、されていますけれども、はい、はい、まあもう今は本当に3年以上経った今はね、やっぱり悲しんでばかりいると本当に怒られそうなんですよ。そういう人だったので、まあでもまあ私ももう若くはないので悔いなき人生生きたいですよね、うん、だから悔いなき人生のためにもう思ったことは駆け抜けたいですね、本当最後まで。まあ私が元気でいる間はこの本はやり続けるのが私の今の夢でしょうかね。はい、でもね、いろいろな形でその、はい、悲しみとか寂しさとか辛さの中にいて抜け出せない、なかなか抜け出したくてもっていう方っていると思うんですけれども、抜け出せないんですよね。それからもう一番嫌だったのが、大変でしたねとか、うん、大丈夫ですかって言われるのが一番残念だった。だからもうそういう言葉をかけちゃいけないなっていうのは私の反省ですね。どういうところがダメだったんですか？やっぱり夫が亡くなって大丈夫って言うじゃないですか、みんな。大丈夫なわけないんですよね。そうですね。だからやっぱり声かけるときはね、相手をちゃんと見て、うん、相手の気持ちをちゃんと思って言葉を伝えないと、うん、いけないなっていうのは自分が感じてますね。逆に言うとどんな言葉が嬉しかったですか？何気ないことですね。寂しいでしょとかそういうの困りますよね。寂しいに違いないからなんか触れないことが一番じゃない？あ、うん、ご飯食べようとか、そうですね。私の私の友達で大人なくて3ヶ月経った時、映画に誘ってくれて、もうでも行きたくないからいいよいいよって言ったんだけど、映画に誘ってくれて、男友達、うん、でキンキンに冷やしたワイン、おグラスとつまみで映画館で乾杯しましたよ。もう何しろ連れ出さなきゃダメだからさって言ってましたね。こもってたからね。嬉しかった。だから、
最初行きたくなくても、うん、あの連れてかれちゃったからね、やってみると、うん、ちょっと行ってよかったってやっぱり、いや思いますね、やっぱり勇気あるなと思って、本当ですね、うん、素晴らしいお友達ですね、君は勇気あるねって言って、うんうん、もうでもこもってるからなんとか出してあげたかったとは言ってたけどね、まあでもなんかそういうそのあのなんていうかな、まだ今闇の中にいる方に何をするといいのかっていうのは、はい、あのそれこそ大丈夫ですか大変でしたねっていうことが、まあ、常識みたいになっているけれども、はい、思いがあればその常識を踏み越えて、はい、その方には何をしてあげたらいいのかとか、はい、それをきちんと理解してから言葉かけることが、ね、とても大切なことだなっていうのは自分がそう経験して初めて分かりました。だからやっぱり自分もそういう言葉をかけてたんだと思うんですよね、うんうんうん、だからあの気をつけなきゃと思って、私は結構この音声メディアの世界に長くいるようになって、はい、まあ、言葉どういう言葉を選ぶかも大事なんです、うん、もちろん、はい、もちろん大事なんだけど言い方、そうですよね、はい、これですごく変わるっていうのは、うん、あのすごくその実感するようになって、うん、だから大丈夫だしね、うん、あの大丈夫だったっていうのが全部悪いんじゃなくてその状況とその時に、うん、あの栗原さんおっしゃるようにそのちゃんと心から言っている言葉かって、そうですね、意外にね、うん、みんなねあの直接言われてもあと意外にこの音声とかってね分かるんですよ。分かります分かりますね。だから本当に大変だったねって思って言えば、うんね、別に悪いことじゃないっていうかね、大変だったでしょみたいになっちゃうとね、社交辞令じゃないってことですよね、聞こえないような言い方ですよね、うん、はい、それはすごく大事なことだなと思って、いやとっても共感いたします私もあの改めて言葉を大事にしようと思いました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。